宮城県石巻市。東日本大震災から6年目の秋を迎えました。石巻駅前です。全国から大勢の人が来ています。この日はポケモン GO のレアポケモンが出現しやすい状態になっています。マナーの悪さに住民から苦情が出ています。宮城県ではチラシを配り注意を呼びかけました。宮城県からのお知らせです。ルールやマナーを守り安全に楽しくプレイできるようにご協力お願いします。石巻市では仮設住宅にまだ6000人を超える人が住んでいます。これはピーク時のおよそ 35% にあたり、地域の復興はこれからです。仮設の商店街、たちまち復興ふれあい商店街は10月末に閉鎖されました。震災の年に営業をスタート。当初は2年間の予定でしたが、その後期間が延長されていました。来年3月までに解体される予定です。石巻駅前です。震災で被災した石巻市立病院が再建され、9月から診療を開始しました。建設費は資材や人件費の高騰で当初の2倍に近い137億円に膨らみました。石巻市では復興公営住宅が次々と完成しています。中心部の中央1丁目は震災に伴う区画整理事業が進んでいます。歩道を含めた道路の幅は10メートルだったのが17メートルに広がりました。街を歩いている人たちがいます。石巻の復興と地元の産業や食を紹介しようという地元の大学と JR が企画したハイキングです。仮設の屋台村、橋通り顧問です。今年9月で閉鎖の予定でした。しかし人気が定着し、関係者の理解や応援が得られたことから、来年秋まで営業を続けることになりました。児童74人と教職員10人が犠牲になった石巻市立大川小学校です。慰霊や視察に訪れる人が絶えません。10月26日、仙台地方裁判所は学校側の過失を認め、市と県に総額14億円の支払いを命じる判決を言い渡しました。しかし市と県は判決を不服として控訴しました。これに対して遺族も控訴しました。門脇町の付近です。盛り土した道路の内側は住宅が建設できます。公営住宅ができています。高台に避難するための階段が整備されています。震災遺構として一部が保存されることになった門脇小学校です。現在保存のあり方が検討されています。ここは南浜町と合わせて1700世帯が住んでいた住宅街でした。津波が押し寄せた後、火災が発生し大勢の人が犠牲になりました。石巻では子どもたちの安全を目指して震災を語り継ぐ活動をしている人たちがいます。人々が生活してたというふうなこともなかなか想像できないですよね。震災直後にやっぱりいらっしゃった方たちはやっぱりこうこの姿を見て、あのね、あの教団、やっぱり先生方残ってらっしゃった先生たちでここに教団をかけたり、住民の方たちが協力し合いながら。震災の被災地は6年目の冬を迎えます。